では毎月恒例の今月のお気に入りを紹介していきます。1月のお気に入りになってます。1つ目がこちらです。無印で買ったマンスリーノートです。もう今年は手帳は買わないつもりだったんですけど、コメントで無印のこのマンスリーノートで花子さんだったらどういう風に書くのかが気になりますっていうコメントをいただいたのがきっかけで買いました。あ、そういえば仕事用の手帳も欲しいなと思ってたので買うことにしました。1月のノートは前お見せしてこのデコってるところを。で、2月はもう書いたんですけど、それはメインチャンネルで紹介しようと思っています。中がこんな感じになっていて、この曜日は英語で書かれていて、でここに四角いマスがあるので数字を書いていく感じになっていて、自分で書き込んでいてオリジナルのノートが作れるっていうのが楽しくて、ノートをデコるのも毎月の楽しみになっていますね。で、仕事用の手帳にはトゥードゥをまず書いて、それはこの月にやりたいことをこの細長い四角があるので、ここには今月やりたいことをリスト化して書いています。それぞれのマスにはこの日にやるべきことをそれぞれ書いています。この日までに絶対やらないといけないっていうものは、これも無印で買った蛍光ペンなんですけど、この蛍光ペンで特に大事な箇所にはこのブルーのマーカーで線を引いています。そうすると目立つので一目で分かります。これぐらいかな、書くのは。今年結構休日が変わっちゃったりしてるみたいなので、何かの休みの日がずれちゃってたりとか、これはダイソーで買った手帳なんですけど、ダイソーの手帳の休日を見てたらちょっとやっぱずれてるところがあって、何月だったかな、例えば7月19日の海の日が7月の22日になってたりとか、こんな感じで結構ズレがあったので、ネットで探したら出てくると思うので探して書き換えた方が良さそうです。休みだと思ってた日がお仕事の日だったとか、その逆でお仕事だと思ってたけどこの日休みだったっていうことがあるかもしれないので、そこはちょっと気をつけないといけないですね。はい、まず一つ目がこちらの無印の手帳でした。ここの表紙デコっても可愛いかも。で、2つ目が今もうお風呂場ですでに使っているアンドハニーのシャンプーとリンスにしました。質問とかでも使っているシャンプー教えてください聞かれた時に椿って答えてて、一人暮らしを始めてからずっと椿で、たまに別のものに使うこともあったんですけど、椿のシャンプーとコンディショナーに戻ったりして、最近シャンプーを切らした時になんかちょっと気分変えたいなと思って、そこで見つけたのがアンドハニーのシャンプーとリンス で、アットコスメでもランキングに載ってたんですよ。このシャンプーとリンスが結構上位だった気がする。あ、1位になってる、すごい。前見た時1位じゃなかったのに、アンドハニーのシャンプーが1位と2位を抑えてるんですよ。それでお店で見て可愛くて、でお店の棚にも目立つところにあったので、あ、これは買おうと思って買いました。でもしあんまり自分の髪質、自分の髪に合わなくても、容器がなんかこういう形をしていて、こういう形、容器が可愛いから、もしあんまり自分の髪に合わなくても詰め替えて中身を椿に入れ替えてそのまま使おうと思って買ったんです。で、それで使ってみたら思ったよりも良くて、蜂蜜成分が入ってるからかな、製品の 90% 以上を蜂蜜やオーガニックオイル、ロイヤルゼリーなどの保湿保護成分で構成して、髪の芯からみずみずしい潤いを与えますって書かれていて、良かったんですよ。このシャンプーとコンディショナーをして、で髪を乾かす時に、あ、なんかちょっといつもと違うトゥルンってした感じになっているのが分かりました。なのでこれはリピートしようと思って、次はなんだっけ、パウチタイプ、袋タイプのものを買って詰め替えて使おうと思っています。
けどピンク色の、私が今使っているのは黄色だけどピンク色のも気になるので、次はその別のでもいいかなと思っています。口コミも高いから、やっぱりみんな髪がしっとりするって書いてるから同じなんだ。これが2つ目です。そして3つ目、最近登場したばかりのランドリンの柔軟剤です。これ使いました。早速で使ってみて香りがすごい良かったので今月のお気に入りに入れようと思って、そうそう、この香りが好きですね。柔軟剤とか洗剤を変えたら洗濯するのがすごい楽しくなって、この日はどの香りにしようかなとか選べる楽しさっていいですよね。で今柔軟剤が一つ増えたことによって洗濯がより楽しくなりました。週に2回くらいかな、私の洗濯頻度は。その時気になる香りの柔軟剤がなければこれはまたリピートしようかなと思っています。いい香り。これが3つ目です。3つ目のお気に入りでした。あとこれがもう最後になるんですけど、4つ目のお気に入りでこちらです。このお花も可愛いけど、あ、お花も見せたい。このお花も可愛いけど花瓶です。花瓶ちょうどいいサイズで、この大きさの花瓶を持っていなくて探してたんですよ。このぐらいのないかなと思って。これくらいの長さの花瓶はあるけど、すっごい細くて、今持っているのが見つけた瞬間、あ、これだと思って買いました。シンプルさっていうか、あんまり派手すぎない感じも好きです。こちらがクラスカっていうお店で買った花瓶です。お花を買う機会が増えれば増えるほど花瓶もその分欲しくなっちゃって、だけどもう花瓶も置く場所ないからこれ以上増やそうとは今のところ思ってないけど、もうこれはちょうど探していたので買いました。でももう多分これ以上は増やさないかな。本当にもう心から、あ、もうこれは絶対欲しいっていうものがなければ買わない予定です今のところ。今年に入っておうち時間が長いから本当にお花に癒されるんですよね。仕事をしている時とかもこのお花をここのテーブルのすぐここにパソコンがあって見える場所に置いているんですけど、春の香りがふわって香ってくるんですよ。ちょっと枯れちゃってるのもあるけど、この花瓶が4つ目のお気に入りでした。他にも1月は食器とかも買ったんですけど、それはメインチャンネルで紹介しようと思っている購入品紹介でまだ紹介できていないので、メインチャンネルを楽しみにしていてください。これぐらいかな。なんかオロナミン C 飲みたい気分だから飲む。最近やる気出したいなっていう時が多いので、オロナミン C とか元気が出そうな感じの飲み物は冷蔵庫に何本か入れてます。いただきます。今月もサブチャンネル見てね。